2008年北京オリンピックのメダル受賞数一覧。2008年北京オリンピックのメダル受賞数一覧では、中華人民共和国の北京市などで2008年8月8日から8月24日まで開催された北京オリンピックにおける国、地域別のメダル受賞数を一覧にしている。このオリンピックには204の 国内オリンピック委員会に所属するおよそ1万1028人の選手が28競技302試合に出場した。アフガニスタン、スーダン、タジキスタン、東郷、モーリシャスは今大会で初めてメダルを獲得した。セルビアはユーゴスラビアとセルビア・モンテネグロからの独立後としては初めてメダルを獲得した。シンガポールは イギリスの自治植民地時代の1960年にメダルを獲得したことはあるが、独立国家としては初めてメダルを獲得した。モンゴル、パナマは今大会で初めて金メダルを獲得した。モンゴルはこれまで金メダルなしでの銀、銅メダル獲得数最多記録を持っていた。計86カ国がメダルを獲得し、そのうち54カ国は1個以上の金メダルを、 獲得したこの一覧表の情報は国際オリンピック委員会の公式結果に基づく。順位は各国が獲得した金メダルの数によって決定される。ここで言う、各国は国内のオリンピック委員会に代表される。金メダルの獲得数が同じ場合、最初に銀メダル、次に銅メダルの数が順位を決定する。もし、それでも同列であれば、 同じ順位が与えられ、順位表は IOC コードに基づいて、アルファベット順に表記される。ボクシング、柔道、テコンド、ー、そしてレスリングでは、二つの銅メダルが、各重量級に与えられる。したがって、銅メダルの総数は、金と銀のそれよりも多くなる。また、女子100メートル層では2移同着の2選手にそれぞれ、銀メダルが授与されたため、銅メダルは授与されなかった。 男子100メートル背泳ぎと男子100メートル自由型では3位到着の2選手に対してそれぞれ銅メダルが授与された。メダルを一つも獲得しなかった国、地域はこの表に含まれていない。参加国一覧は北京オリンピックの開会式を参照。2008年8月15日、国際オリンピック委員会は 射撃に出場した北朝鮮のキム・ジョンスから禁止薬物に指定されているプロプラノロールが検出されたとして北京オリンピックで獲得した2つのメダルを剥奪したと発表した。北京オリンピックにおいてドーピングが発覚したのはこれが初めて。キムが10メートルエアピストルで獲得した銅メダルはアメリカ合衆国のジェイソン・ターナーが繰り上がって獲得した。 50メートルエアピストルで獲得した銀メダルは中国のウスケに、丹の銅メダルはロシア連邦のウラジミール・イサコフにそれぞれ授与された。レスリングに出場したスウェーデンのアラ・アブラハミアンは男子グレコローマン84キロ級で当初銅メダルを獲得した。しかし、準決勝の判定に不満を持っていたアラは表彰式の最中に表彰台が立ち去り、メダルを地面に投げ捨てた。 2008年8月16日、IOC はこの行為に政治的意図が感じられ、また他の選手に対する配慮が欠けることを理由に、アブラハミアンのメダルの剥奪を決めた。メダルの繰り上げ授与はされなかった。ウクライナのリドミラ・ブロンスカは女子7種競技で2位に入賞したが、ステロイドの一種であるメチルテストステロンが検出されたため2008年8月22日、 国際オリンピック委員会はメダルを剥奪した。この結果、ブロンスカの銀メダルは、アメリカ合衆国のハイレアス・ファウンテンへ、ファウンテンの銅メダルは、ロシア連邦のタチアナ・チェルワに繰り上げ授与された。バーレーンのラシド・ラムジは、男子1500メートルで優勝したが、オリンピック後のドーピング再検査で、オリンピック後に検査法が確立されたエリス・ロポエチンが、 検出されたため2009年11月18日、IOC はメダルを剥奪した。この結果、ラムジの金メダルは、ケニアのアスベル・キプロプへ、キプロプの銀メダルは、ニュージーランドのニック・ウィリスへ、ウィリスの銅メダルは、フランスのメディ・バーラに繰り上げ授与された。ベラルーシのアディム・デ・フヤトフスキーとイワン・チホンは、男子ハンマー投げでニート3位に入賞したが、 テストステロンが検出されたため IOC は、両者のメダルを剥奪した。この結果、デフヤトフスキーの銀メダルは4位だった、ハンガリーのクリスティアン・パルシュエ、ホンの銅メダルは5位だった、日本の室伏広ジに繰り上げ授与された。しかし剥奪された2選手が、スポーツ仲裁裁判所に不服を申し立て、2010年6月10日に剥奪処分が撤回されたため、 ムロフ氏の語彙が最終的に確定した。2016年に発覚したロシアの国ぐるみのドーピング問題を受けて国際オリンピック委員会は世界アンチドーピング機関と協力して当時の検体を再検査した。2016年8月20日、女子1600メートルリレー層のロシア代表選手の一人アナスタシア・カッパチンスカヤの検体から陽性反応が出たため、 国際オリンピック委員会は、ロシアから銀メダルを剥奪すると発表した。この競技で3位はジャマイカ、4位はベラルーシであり、それぞれ繰り上がることとなる。トルコのセビルオズカンは、女子重量上げ48キロ級で2位に入賞したが、筋肉増強剤スタノゾロールの陽性反応が出たため、2016年7月22日に、 国際オリンピック委員会はメダルを剥奪と発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。